お疲れ様です。競輪いつきチャンネル、いつきです。函館競輪ナイター決勝戦となっておりますので、ガールズはラインがありませんので、展開予想はできませんので、10レース、12レース、変則ですけれども、展開予想していきたいと思います。函館競輪400メートルバンク、直線が 51.3 メートルとめちゃめちゃ短い。1着の決まり手、2件23、マクリス30、差し47とね、まあ、ほとんど33バンクの決まり手と一緒、逃げ切りも十分あります。2着、逃げ18、まくり16、差し33、マグ33。その割には筋違いが出るということがありますので、函館はね、33のいいところ、400のいいところ、合わせ持つバンクとなっております。それでは、函館10レースメンバーを見ていきましょう。1番近藤、2番荻原、3番松本、4番佐藤慎太郎、5番青柳、6番河津、7番西田、8番伊藤、9番佐藤武史となっております。ラインを確認していきます。2、4、6。2番の荻原に、4番の佐藤慎太郎、6番の河津が回ります。1番、9番。1番の近藤に、9番の佐藤武史。3、5、8。3番の松本に、5番の青柳。7番の西田。8番の伊藤聖輝は短期ということで、3分線プラス1です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。2番の荻原、バック4回、ホームス3回、逃げの決め手が0、まくりが2、差しが2、マークが5ということでね、まくり差し先行タイプということになっております。オールラウンドプレイヤーですけれど、コメント読みますとね、自在ということで、何でもやるということでね、じゃあやることは一つじゃないかなと思います。1番の近藤、バック3回、ホームス3回、逃げの決め手が1、まくりが3、差しが6、マークが0と。こちらもまくり差し先行、オールラウンドプレイヤーですけれども、近藤のコメントは自力と。いうことなので、前で競りがあれば、隊列短くなったところ、一気のね、まくりで勝負を決めていくのかと。3番の松本、バック10回、ホーム9回、逃げの決まり手が5、まくりが4、差しが2、マークが0と。まくりしぶきですけれど、しっかりとね、先手を取って粘りに粘る競争ができると。函館は33に近い400メートルバンクということで、逃げ切りも実際ありますので、ね、まあ、しっかりここも主導権と。8番の伊藤、バック2回、ホーム2回、逃げの決まり手が1、まくりが1、差しが0、マークが1と。もうここもね、前、隊列短くなったらね、8番ね、必殺のね、まくりがうなりを上げれば後輩とということですね。スタートは2、4、6、ここがね、前受けすると。1番、9番が中段、3、5、7、8ということね。2、4、6が前を取るということは、まあ、どういうことかというと、3、5、7が上がってきたときに、必殺番手の飛びつきということですね。赤番からバックにかけてですね、357がね、ここインを切りに行きます。まあ、じわーっと上がってきますよね、松本にしても。そうしますと、こう、かましじゃないんでね、246はね、飛びつきやすいということで、そして3番の松本がしっかりとね、逃げの体勢を作ると。あとは8番と1番がね、どこで襲いかかってくるのかというところですけれどね、まあ、ジャンからホームにかけて、ちょっと松本がね、踏むふりをすればね、8番も1番もいかないかなと思うんですよね。飛びつきですから、隊列が短くなっているんで、十分ね、中段からまくれるということで、まあそこでね、3番の松本のペース掛けということを考えました。そうなってきますので、ここはね、3番のね、松本から狙っていきたいと。まあもちろんね、3番の松本がね、競らせないような走りをするのであれば、まあしっかりとね、5番の青柳から狙っていくというのがね、本戦になってくると思うんですけれど、これね、3番の松本と5番のね、青柳、熊本佐賀なんですけれども、同じ22歳で117期なんですよね。ここ、仲良かったら、はい、3番の松本一気に行くんで、まあ、5番のね、青柳からというのがセオリーです。そして赤番からじわっと抑えていくと、もうね、2番、もうここはね、飛びつかないでしょうがないということになりますので、はい、じわっと行く方は3番から。で、一気に行ってくれると思った方は5番から狙っていくのがいいんじゃないかなと。あとはね、3番ね、の後ろがもつれたとき、まあ1番のね、近藤隆二のまくりが決まるということで、ね、抑えは近藤隆二のまくりからと。さあ、ここは3番の松本のね、逃げ粘りから。5番の青柳、2番の荻原、そしてね、そこに襲いかかってくる1番の近藤ということで、3から5、2、1折り返し線、こちらが本線ですね。そして、万が一穴になった時、意外とあるんじゃないかということで、3番の松本が垂れてしまうと、ちょっと孵化しすぎたということですね。その時に頭に来ているのは、5番の青柳か、2番なのか、1番の近藤隆二なのかというところがありますので、頭は5、2、1、前、3ということで、ここは折り返しなしです。
そして1番からの抑えということでね、ここだと若干ねつくんじゃないかということで、まずは9番ラインマークですので、ここつけていって、あとはね8番の伊藤正義の一発力の両立ですね。5番の青柳番手から抜け出している。2番しっかりとね、設定、そこからのね、抜け出しということで、1から9、8、5、2。こちらの方でね、10レース狙っていきたいと思います。大穴狙いということですね。それでは最終12レース S 級決勝戦メンバーを見ていきましょう。1番新山、2番川口、3番松川、4番坂本、5番佐藤、6番山田、7番坂本、8番岡田、9番佐賀となっております。ラインを確認していきます。9、7、1、5、6、9番の佐賀に7番の坂本、1番の新山、5番の佐藤智勝、6番の山田敦也ということでね、超強力ラインということになっております。2番の川口短期、3番4番、3番の松川に4番の坂本、8番の岡田は短期ということで、ここは二分線プラス短期が2人ということですね。まずはライン先頭走る自力型比較していきましょう。9番の佐賀、バック14回、ホーム11回、逃げ抜き前手が7、まくりが2、差しが1、マークが0とね、こちらの方は、しっかりと先行主体で戦っていると。特に今回はね、3日間ともバックを取っているということで、ここも東北の先頭を任されました。することは1つ先行と。2番の川口、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが4のマークが5ということでね、先手ラインに乗っていって、コース開けば突っ込むと、準決勝の、インをね、こじ上げてきた足っていうのはね、さすがじゃないかなと思います。その分ね、ちょっと、まくりの方が出なくなってきておりますけれどね、直線ね、刺してくるスピードはね、このクラス屈指と。3番の松川、バック2回、ホーム3回、逃げ抜き前手が0、まくりが2、差しが6、マークが0ということでね、こちらも川口同様、まくり差しの選手です。しっかりと、ここね、中段取りからのまくり決めたいところと。ただね、2番の川口っていうのは意外とインついたりとかするんですけれど、3番の松川はね、インをつくというよりは、外外ね、まくり追い込み踏んでくるというタイプなんで、2番の川口が内潜り込む、3番の松川は外踏むということでね、同じ差しまくりの選手であったとしても、タイプが違うというところで、競輪は奥が深いと。8番の岡田、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが5のマークが3ということでね、もうここは追走し次第ですよね。どこを追っかけていけるのか、最終的な位置取りが全てを物語ると。さあ、ここ、スタートはね、東北が取るんじゃないかと、1番の新山もいますしね、9、7、1、5、6ということでね、スタートを決めてくると。その後ろ、すかさず2番の川口が取る、3番、4番がいて、8番ということですね。そして赤番からホームにかけて、3番4番がね、インを切ろうとするんですけれど、必殺怒涛の突っ張りということでね、もう東北勢なんでスタート取ったんだ、突っ張るためです。突っ張れば9、7、1、5、6すべてね出れます。後ろに下がって巻き返しとなるとね、やはり誰かが切れてしまうということになるんで、東北としてはねやっぱり突っ張ると、そして敵ですよね。敵のラインが3番の松川ラインがあってね、そして仕掛けてくるのは松川だけなんですね。一旦9番の、佐賀が突っ張るふりしたら下がります。下がって早く仕掛けてもジャンから、ホームぐらいにかけて、ということであれば、9番の佐賀も、そんなに早いね、先行にはならないということなので、佐賀もね、はい、一周掛けだったらというところもあると思いますから、ここペースで落とすと。で、万が一ですよね、2番の川口とかさん、3番の松川が無理やり叩きに来たとしても、3番で取れるわけですよね、9番の佐賀からすると。そうすると、気持ちも楽じゃないかということでね、ここは佐賀の突っ張りにかけていきたいと。佐賀がね、突っ張れば、番手7番の坂本がね、しっかりとここを抜け出してくるということでね、7番の坂本から狙っていきたいと。7番の坂本もね、散々今までね、引っ張りに引っ張り倒してますから、ここはね、そろそろね、自分の優勝するね、番が回ってきてもいいんじゃないかということでいきたいと思います。7番の坂本から狙います。まずは1番の新山、突き抜け。ここがね、1番人気ですよね。そして2番の川口、3番の松川が突っ込んできてくれて、筋違いになれば後輩と、7から1、2、3、折り返し線、こちらが本線です。そして少しだけ抑えます。7からの抜けですよね。4番の坂本、
6番の山田敦也、特に6番の山田敦也のツッコミに期待と、そして9番の坂が残ってしまうという、ね、パターンもあるかなということで、意外と7997だとね、番手まくり行くと見て79を切る方がいてると思うんで、意外とね1000円ついたりする可能性もありますので、ね、まあ、ここはね入った時腹立つんでね、しっかりと抑えておきましょうということで、まあ、函館のね S 級決勝戦、単調なレースになるとは思うんですけれども、ここ71からね一角穴が開いて23このあたりね、川口松川あたりが外と内襲いかかってきた時にね、1番の新山がどうでしょうね、今の新山の伸びっていうのはねちょっと精細書いてますよね、準決勝でもね3着でしたし、まあちょっとね伸び書くんで、その分ね7から23あたりで入ってくれて、おお本戦サイドから決まったのに意外と後輩とというところをね、しっかりと狙っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。